かっこよかったわよ。いや、ちょっと軽率でした。ううん、あなたはあの子の夢を守ったわ。部長、一斉兄様、イベントとっても楽しかったです。お母様、ミリキャスもとても素敵なショーでしたよ。ありがとうございます。頼もしいこと。でも部長のお母様はいただけないわ。私のことはお母様か母上とお呼びなさい。あなた、リアスのことは好き？もちろんです。尊敬してますし、俺の大切な方です。命に代えてもお守りするつもりです。なるほど。プライベートでのリアスがあなたにとってどういう存在なのか、それを考えてみなさい。俺にとって部長は？リアス、一星さんにしっかりと教えておいてね。はい。